皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。琴や三味線、和太鼓といった和楽器の演奏には日本の伝統的な美しさや日本の心を感じられる魅力があります。私たちが日常的に和楽器の演奏を聴く機会は少ないですが、お正月などに琴の音色を聞いたりすると、やはり和楽器は良いものだなと感じる方は多いのではないでしょうか。実は和楽器は海外でも大人気。 YouTube などには和楽器の演奏動画が数多く投稿されており、外国人からの絶賛コメントが数多く寄せられています。また最近では古典的な楽曲だけでなく、ポップスや映画音楽のカバー、オリジナル曲を和楽器で演奏することも流行っているようです。和楽器と洋楽器を融合したロックバンドの和楽器バンドが世界的に評価されているのも和楽器人気の一例と言えるでしょう。そこで今回は外国人の間で話題になった和楽器、琴と大正琴についてご紹介いたしましょう。琴の歴史。琴の原型となる楽器は3世紀頃にはすでに存在していたことが遺跡の発掘調査などから分かっています。当時の琴は権力者や支配階級の象徴、祭祀の神具として用いられていました。中国大陸から琴と呼ばれる楽器が日本に入ってきたのは奈良時代のこと。ここから両者が融合し、琴はどんどん多様化していきました。平安時代には貴族の教養の一つとして用いられていた琴。鎌倉時代になって貴族の権力が衰えると、武士や僧侶が力を持ち始め、琴は寺院音楽の楽器として広がっていきました。室町時代は絵画や建築、茶道、華道などが発展。琴の演奏においても高い音楽性や芸術性が追求されました。16世紀頃には浄土宗善道寺の僧侶であった賢順が雅楽を元にした絵天楽や四季の乱れ、春風などを作曲。つくし奏曲、もしくはつくし流奏曲と呼ばれるジャンルも生み出されました。江戸時代になると町人文化が発展。琴の演奏家についても兼業や別当、高等、座頭といった職業音楽家が生まれました。有名なのは京都の名家八橋の由来ともなった八橋兼業。幼い頃に失明した彼は職業音楽家となるためにつくし流奏曲を習得、独自の琴の楽曲を生み出したことで知られています。彼の奏法は半音階を巧みに使った表現力豊かなもの。八橋流13曲と言われる組歌のほか、6段の調べ、8段の調べ、乱れ、臨絶などの段物と言われる楽曲の原型を作り上げました。こうして町人文化となったことは、三味線とともに裕福な家庭での稽古ごとの主流に、またそれまで単旋律だった曲が複旋律になり、曲の幅が広がったのもこの頃です。洋楽が入り始めた明治時代以降や現代も、時代に合わせた琴の楽曲は作られ続けています。古曲と言われる古い楽曲から最新の洋楽とのセッションまで、琴は長きにわたり進化し続けているのです。琴と琴の違い。琴によく似ている楽器といえば琴。皆さんは琴と琴の違いをご存知でしょうか。簡単に言えば、柱があるのが琴、柱がないのが琴です。柱とは弦の下に立てて音程を変える可動式の小さい柱のこと。琴字とも呼ばれ、琴を演奏する上では必須のアイテムです。一方、柱のない琴には音の高さがわかる目印がはめ込まれています。左手で弦の目印を押さえて弾くのが琴の演奏方法。7弦が基本であることに対して、琴は基本的に13弦。そこから発展して17弦や20弦など、様々な種類の琴があります。日本で先に浸透したのは琴の方。琴は奈良時代に唐から入ってきたもので、現在一般的に演奏されているのは琴の方です。別の楽器である琴と琴、
なぜこれほどまでにややこしくなってしまったのでしょうか。そもそも昔は琴は弦楽器の総称でした。実際、源氏物語の中では琴の琴、金の琴、琵琶の琴という記述が見られます。それがいつしか琴が琴の中で最もポピュラーなものとして琴として独立してしまったのです。一方の琴は少しずつ時代から消えていくことに。それならば琴という漢字はなぜ今でも使われ続けているんでしょうか。その理由は琴という漢字が昔は常用漢字ではなかったから。常用漢字であった琴の字を当てて琴と読むことにしたのです。その影響で今でも琴を弾いているのに表記が琴という現象はよく見られます。つまり正式には琴であっても琴と呼ぶのが間違いというわけでもないのです。伝統楽器と最先端ポップスの融合が海外で大反響。日本の琴演奏集団トライエコーズがエド・シーランのシェイプ・オブ・ユーを演奏した動画が海外で話題になっていました。シェイプ・オブ・ユーは全英シングルチャートやビルボードなど主要な音楽チャートで首位を獲得。第60回グラミー賞では最優秀ポップソロパフォーマンス賞を受賞し、2010年代にイギリスで最も売れた曲にも選出されています。トライエコーズはこの曲を琴と EDM エレクトロニックダンスミュージックでアレンジ。伝統楽器と最先端ポップスの融合は海外で大反響を呼び、 YouTube に投稿された動画は2022年9月現在で2200万回再生を記録。たった3本しか投稿されていないにもかかわらず、チャンネル登録者数は36万人を突破しています。外国人から寄せられた絶賛の声をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。これは音楽の革命だよ。伝統楽器を現代に残し続けてくれてありがとう。こうやって何でも改良しちゃうんだもん。だから日本はほぼ全ての重要な分野で俺たちを圧倒してくるんだろうな。昔の日本人は自分たちが使っていた楽器を遠い子孫たちがこんなにクールに演奏するなんて想像もしていなかっただろうね。伝統楽器とモダンなサウンドの融合。こんなの最高としか言いようがない。日本の伝統楽器と電子音楽のコラボがまさか本家越えを果たすなんて。大正琴がインドで魔改造。皆さんは大正琴という楽器をご存知でしょうか。ピアノのようなキー、鍵盤を左手で押さえながら木製の中空の胴に貼られた金属弦を右手のピックで弾いて演奏する弦楽器。それが大正琴です。大正琴が生まれたのは、その名の通り大正元年、1912年。名古屋にある森田屋旅館の森田五郎が二弦琴をもとにタイプライターのキーにヒントを得て発明しました。大正琴は家庭用楽器として日本国内で流行。現在ではアンプで音を増幅できる電気大正琴や弦の音に電気オルガンの音を加えた昭和琴など様々なバリエーションが誕生しています。大正琴は輸出され、南アジアや東南アジアでも普及。特にインドではバンジョーという名で知られ、共鳴弦が貼られるなど独自の進化を遂げており、ライブなどではメジャーな楽器になっています。また2016年にはバンジョーというタイトルの映画も公開。ギターのような肩掛けスタイルでの演奏が話題となりました。YouTube に投稿されたバンジョーの演奏シーンには、海外から様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。ピアノのように演奏することってところか。何それ、超クールじゃん。インドのライブパフォーマンスでは欠かせない楽器だね。伝統的なバンジョープレイヤーもいるんだよ。インドではバンジョーという名前が一般的になっている。元は日本の楽器だったなんて初めて知ったよ。
なんて独特な楽器なんだろうか。ものすごい想像力を持つ開発者に賛辞を送りたい。大賞ごとで演奏されたアルバムが欲しいくらいだ。最近、日本の伝統的な音色にハマっているんだよ。インドのバンジョー以外にも、海外には大賞ごとに影響を受けた楽器が存在しています。それはドイツのアコルドリアという楽器。英語版ウィキペディアには、アコルドリアは日本の大賞ごとに似ていると記載されています。大賞ごとと異なるのは、メロディー弦のセットと和音弦のセットが組み込まれていることです。ちなみに、弦調を変える方法として、キーで押さえる構造は、13世紀頃にはヨーロッパの民衆楽器としてすでに存在していました。大賞ごとは、機械式タイプライターのキーを参考に考案したとされていますが、発明者の森田五郎がヨーロッパの鍵盤式弦楽器を知っていたのかどうかは定かではありません。大賞ごとには共鳴弦がついています。共鳴専用の弦はインドやヨーロッパでは古くから多用されていましたが、日本にはその発想はありませんでした。キーを使った音程変更、そして共鳴弦。これらはあるヨーロッパの楽器を参考にして大賞ごとに取り入れられたのではないかとも考えられます。その楽器とはスウェーデンの伝統楽器であるニッケルハルパ。ニッケルはキー、ハルパは弦楽器という意味であり、ニッケルハルパはキー付き弦楽器ということ。弦を弓で擦って音を出し、キーで音を変えて演奏します。また、ヨーロッパで広く使われていた小楽器のハーディーガーディーもキー付きの殺弦楽器。ハンドルで木の円盤を回して弦をすることで音を出し、キーを操作して音高を変えます。また、森田五郎が訪れた可能性があると言われているのが、イギリスのオックスフォード大学内にあるピットリバース博物館。そこにはバイオリーナチターという楽器があります。胴には音符が書かれており、大賞ごとに見られるような2本の糸巻きピンが存在。弓で演奏しますが、大賞ごとに形状がよく似ています。また、アメリカを訪問した際にアパラチアン・ダルシマー、別名マウンテン・ダルシマーを見た可能性も。アパラチアン・ダルシマーはテーブルや膝の上に乗せ、ピアノの鍵盤を押さえるように弦を上から指で押さえて演奏。なんだか、大賞ごとの演奏方法によく似ていますよね。これらの楽器が大賞ごとの考案に影響を与えた可能性は十分に考えられるでしょう。まとめ。外国人からも注目されている大賞ごと。今世界中の人々に大賞ごとを弾いてもらおうとする運動が行われているのをご存知でしょうか。大賞ごとを世界に広げよう運動は2014年からスタート。使わなくなった大賞ごとを世界各国の学校へプレゼントし、演奏を指導しているそうです。またこの運動を象徴するイベントとして、世界大賞ごと交流大会コトリンピックを2016年から開催。2022年7月には第3回のコトリンピックが新潟で開かれました。琴や大賞ごと、和太鼓、尺八、三味線など、日本には素晴らしい和楽器がたくさんあります。動画サイトや SNS での海外に向けた情報発信、外国人観光客向けの演奏体験イベントなどを通して、より多くの外国人に和楽器の魅力が伝わり、日本をもっと好きになってもらえたら嬉しいですね。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。